してもだよ。チャンネル登録よろしくお願いします。始まるよ。皆さんこんにちは。今回は多機能でコスパ最高のミラレコの紹介です。カメラは右側、ラップ梱包ではありません。本体から見ていきます。保護フィルム貼られてます。 GPS、 SD カード付属、リアカメラ、タイプ C 電源、電源ボタン、カメラがスライドします。上下左右に動きます。わずかに回転もします。リセットはここで。付属品です。シガーソケット電源、リアカメラ、保護フィルム付属、詳細な日本語の取説、ゴムバンド、内張り剥がし、ステッカーも入ってます。内容物は以上です。専用の高圧ケーブルもあります。 GPS アンテナ、リアカメラは屋内外で使えます。純正のミラーです。かぶせてゴムバンドで留めるだけ。カメラがスライドするので干渉しません。起動です。立ち上がりは爆速です。終了もお知らせあります。たくさんの情報が表示されます。人物や車を検知しています。アングル調整、明るさ調整、人物を検知してオレンジ警告、録画停止、写真撮影、上書きされないロック録画、マイクのオンオフ、画面切り替え、裏メニュー、直感的操作なので解説なしでご覧ください。
敷地を選択できます。駐車監視モードです。 ACC オフにします。ACC オンにします。駐車監視の録画確認。再生バーの消し方。バックガイドラインの調整。バック時のアングル調整、これらの操作は記憶されます。ミラーで確認するより鮮明です。ミラーでナンバー確認は厳しかったのですが、記録はしっかりされています。実用的には問題ありませんね。参考にしてください。ご視聴ありがとうございました。また見てくださいね。